も柏国行こうです。ですね。今ちょっとタイヤ交換をしてきたんで、まあ、タイヤ交換をしまして、空気ですね。半年くらい空気入れてなかったんで、空気圧の確認をしてきて、あと、まあ、テスト走行で混浴を一周してきて、まあ、元気の湯というコースに、しようと思いますけどもね。まあ、タイヤ交換のですね、撮影、まあ、富士ワールドさんが撮影されてたんで、まあ、私もちょっとコラボ動画ではないですけども、ちょっと撮影してみたので、この動画撮り終わってですね、ちょっと撮影したい部分がありますので、アップロードしたいと思います。それでですね、ちょっと今向かっているところはコスモ石油のセルフスタンドなんですよね。ちょっと空気圧確認したかったので結構減っちゃってるんですよね。半年ではないですかね、まあ、約1年くらい使ってなかった感じなので、で急遽ですね、今日と明日また連休になっちゃいまして、それで昨日の夕方ですね、ちょっと、まあ、雨には変わったんですけども雪がちょっとちらついてきまして、ちょっとやばいなと思ったんで、今朝ですね、まあ、休みもらえたということで、すぐ交換したんですけどもね、今日もちょっと天気が思わしくないんでですね、いつ降ってもおかしくないんですよね。感じ今向かってますけどもね、まあ7、8分くらいで着いちゃうんですけどね。空気圧入れて、まあ混浴をですね、今日時間的にはもう少しで11時になりますので、まあダンプ連発はちょっと取れるかどうかですけどもね、前回ちょっとお昼休み近くだったんで取れなかったんですけど、今の方はどうなんですかね、もしかしたら選挙の関係のボランティアじゃないかと思うんですけどもね。あ、今日今朝ですね、この信号機、あ、今日一回ここ通ってるんですけども、信号機が全部青で、ね、ちょっと気持ちよかったんですけどね。たまにこういう日があるんですよね。それで急いでる時に限って信号が変わっちゃってですね、まあ、赤で結構時間かかってしまうことがあるので、のんびり来た時がですね、こういう感じ青で結構スムーズに進むんですよね。ちょっと珍しいコースで行ってみますかね。この辺結構うち立ったんですよね。結構空き地だったんですけども、しばらく見ないうちに立ちましたね。しますけど、ご了承くださいっていう感じですね。固定はしっかりしてるんですけどもね、まあ、道路が悪いっていうことにしておきますけどもね。
上が三陸道ですね。ちょっとこの区間が結構2車線化のですね、工事結構滞ってる感じなんですよね。こちらもいずれはちょっと橋を架ける感じだと思うんですけども、まだ全然ここも工事進んでないんですよね。信号が変わっちゃいますね。ちょっと行っちゃいましたけどね。こちらもなんか立ってますね。ありますね。こちらのエネオスさんは151円なんですけど、法務局のエネオスさんがですね、ちょっと高いんですよね。ポイント20取りしたんで良かったんですけどね。明日雪なんですけども結構洗車場混んでますね。気圧ですね。じゃあ一旦カットします。失礼します。はい、英語化出力2号です。再開ですね。空気圧確認してきましたので、どのルートで行った方ですかね。混んでるんですよね今日は。このタイヤだといつも右のフロントが空気が抜けちゃうんですよね。ちょっと混んでますね。この路線いつも混むんですよね。来たところちょっと引き返して、ちょっとこれかなりの長い渋滞になっちゃってるんで、そうですね。この服部半蔵さんっていうところは居酒屋で焼き鳥が結構美味しいところなんですよね。
何回か送別会とかで利用させてもらったことがあるんですけども、結構美味しかったんですね。タバコの煙がちょっと気になるんで、そこだけがちょっと問題なんですけどね。ちょっとこちらからですね、ここもまだ2車線化進んでないんですよね。感じがするんですよね。まあ、これあとメルヘンさんなんか塗装してましたね。なかなか珍しいですよね。これスジャートのトラックですね。ちょっとぐるっと回ってくるんですけどね、若干止まりにはなるんですけど、でまたちょっと一瞬なんですけども、大阪王将さん通りますね。変わんないですかね。さっきのあの譲ったですね、ワゴン車っぽいのが通過してれば、こっちの方がちょっと遅かったっていうことになるんですけど、あんまり変わんなかったですかね。また一瞬ですけども、右側に大阪王将さんが映りますね。なんか毎回駐車場が結構満杯なんですよね。じゃあちょっと今日はこちらから紅葉港ですかね。あそこのやっぱりインターのところから入った方が面白いんですけどもね。さっきの車は後ろにいましたんで、こちらの方が早かったんですね。まあ、あんまり変わらないという結論になっちゃいますけどもね。しかしここは車屋さんが多いんですよね。トヨタさんと三菱さんと、まあ、こちらもトヨタさんがあるんですね。あと鈴木さんも来たみたいなので、もういいですね、こちら。
ですかね。あ、ここ完全に車線変えられましたね。いつの間にか。結構混んでましたからね、こちらも。まあ、これはこれで珍しいと思いになっちゃいましたけどね。初めから2車線化にしとけばよかったんじゃないですかね。なんか暫定1車線になってたので、まあこのペイントの跡もちょっと見えますけれどもね。こちら今まで1車線だったんですけど2車線化になりましたね。左手から丸太が来ましたね。結構詰まってますね。珍しいですね。パトカーが1台ですね。もう1台いますね。この間撮った時なんか救急車が2連発でちょっと気になったんですけどもね。GA スーパーのトラックですね。以前サルマに行った時にこのターミナルを見つけたんですよね。ちょっと道間違っちゃったんですけども、場所が分かったんで、まあ、良かったですけどもね。あ、これはラブ4じゃないですかね。この車ちょっと嫌いなんですよね。ですね、ちょっと嫌いなんですけどね。これが阿部勝さんですね。スタミナトラさんに行っちゃうんですけどね。まあ、一昨日行ったばかりなんでちょっとさすがに今日は行けないんですけどね。
しゃぶしゃぶ美味しかったんですよね。柔らかくてこう巻いたお肉っていうのはなんかあまり売ってない気もするんですけどね。ちなみに東松島市に入るところですね。鳴らし的にはこれくらいで多分十分だと思うんですけどね。ちょっとあと踏んでみてどうなのかなっていう感じですけどね。あ、これ左手が一応工業高線でいつも走ってるところですけどね。ちょっと表記が多いですね。スタミナ太郎さんに行っちゃいますね。今日はちょっと行かない予定だったので、スタミナ太郎さんはまだ開店前ですね。ヤクルトさんですね。じゃあですね、あちらのセブンイレブンさんで U ターンして、まあ、ちょっと今日は行こうと思いますけどもね。セブンイレブン石巻港インター店っていうところがあるんで、そこ結構 U ターンしやすいので、そちらで、まあ、この動画そうすると40分ぐらいになっちゃうかもしれないですけどもね。まあ、ちょっと今日は
は久々にちょっとサウナ行ってですね、汗をかきたかったんで、あの高速バスが北海道経由ですね、今ちょっと通過していきましたけども、ちょっと警察が隠れてたんですよね。ちょっと怖いんですけど。乾燥していきましたね。路面凍結中とあったんで、ちょっと昨日もちょっと心配だったんですよね。これ来ましたね。2台でしたね。ダンプ2台でしたね。ダンプローリーも来ましたね。これは前のやつは鈴木の MR ワゴンですね。形はほぼ一緒なんですけどもね。三陸道はこれ下りですね。一昨日取れたんで、まあ良かったですね。なんか話を聞くと、昨日で3日ですから、4日前になんか新しい路面の方がですね、なんか開通したそうですね。まあ結構新しい状態で撮影できたみたいですね。あと2車線化になったらちょっとまた撮影してみたいと思いますけどもね。三陸はこれ事故が起きると必ず通行止めになってしまったんですけども、2車線化になれば、まあ、そういうことも少なくなると思うんですけどもね。じゃあですね、こちら
らで U ターンさせてもらいますので、いつも U ターンで使うんですよね。いかついおじさんでしたけどね。たまに女性のドライバーが運転してる場合もあるんですよね。譲ってもらいましたね。結構大型車が入りやすいコンビニですね。宮城県西の飛行と書いてありますね。これいいですね。なんとなく珍しいですね。旧北上が工事ですから日和大橋の近くから来てるんですね。自衛隊のジープですね。久々にダンプ4連発を見ましたね。1台、2台、3台、4台ですね。久々にこれ4連発取れましたね。
ないですけども、ダンプ4台来ましたね。時間帯良かったんですね。今日大型車がかなり走ってますけども、
ター2連発ですね。強くてこれ音がしてますね。
やってますね。同じ色もおこが止まってますね。 NN ですね。現金輸送車ですね。電気代も結構久々ですね。最近あんまり来てなかったんで。結構空いてますね。それでは失礼します。お疲れ様でした。もう家族に行こうです。ですね、帰りますね。結構今日空いてた感じで良かったですね。今日はちょっと市内回りで帰りますけどね。前ガタガタだったんですけどね。
らの前、陸前山下駅ですね。さっき貨物列車が通過してたようなんですけど、やっぱり工場やってますね。また丸太が行きましたね。今日はスタミナタウンさんに行かなかったんで、結構早めに出てきましたね。1時間くらい、まあ、お風呂入ってたんですけども、サウナがいっぱいいいですね。ほかほか感が結構ありますけど、そうです、セブンイレブンさんにちょっと行きたいんで、ちょうどいい機会なので、ドーナツがなんか追加になってるかどうか見たかったんですよね。セブンイレブンさんなんですけど、ちょっとですね、ドーナツが売ってるかどうか見てきたかったんで、深層回転なんですね、こちら。あ、深層じゃないですね、海層ですね。あ、じゃあちょっとこちらで一旦カットします。失礼します。
8625です。ですね、ドーナツはちょっと売ってなかったようですね。やはり関西の方からスタートなんでしょうかね。店の方は、まあ、レイアウト的には一緒みたいでしたけどね。私がいつも使ってる末白鷺店っていうところがあるんですけど、そちらとほぼ一緒のレイアウトでしたね。イチゴ&マーガリンのコッペパンが結構好きなんで、これよく買ってるんですけどもね。大変なことになってますね。1台、2台、3台、4台、5台、2台挟みまして、もう1台なんですね。すごいですね。右折待ちだったみたいですけど。ザルそば食ったんですけども、なんかサウナに入っちゃったら消化しちゃったみたいですね。腹減っちゃったんで食べてみたんですけどね。
るとちょっと逆光にはならないですね。あと1時間くらい遅いとですね、なんか逆光になってしまって画面が真っ暗くなってしまうんですよね。強いですね。今日はこの状態だとゆっくり寝れそうですけど、お風呂だとなんか体全体温まんない状態で上がってしまうんで、こう寝れない時があるんですよね。今日は多分この状態だったら寝れると思いますけど、さっきのダンプ5連発はすごかったですね。めったに取れるもんじゃないですからね。失礼します。お疲れ様でした。